あの、お願いがあります。ごめんなさい。急にご迷惑でしたか？よかった。実は今日、調理実習がありまして。あ、通常授業の方です。評価点をクラスメートにつけてもらう形で採点を行うのですが、もしよければ、あなたにお願いしたくて、ダメでしょうか？本当ですか？よかった。それじゃあ、腕によりをかけて作りますね。え？他の友達ですか？実は、みんな先約がいるみたいで。でも、あなたが評価してくれるのなら、大丈夫です。それでは、頑張るので期待しててくださいね。あ、よかった。見つけました。いなかったらどうしようかと。そうですね。あなたはそんなことしませんよね。私張り切って作りました。採点をお願いします。そうですね。人気もありますし。あ、そうだ。屋上で食べましょう。あそこなら人も少ないですから。今回は自信作なんですよ。料理を好きになったきっかけですか？そうですね。それじゃあお弁当を広げながらお話ししますね。きっかけはおじいちゃんの言葉でした。幼い頃にお母さんの真似をして作ったことがあったんです。おじいちゃんは、ともかは将来いいお嫁さんになるって褒めてくれました。でも実際にちゃんと覚えたのは、親戚やおじいちゃんが亡くなってからです。何日も両親が家を空ける時期があって、父と母に迷惑をかけたくなかったので、私は必死に家事を勉強しました。今になって考えれば、余計に両親を混乱させただけかもしれませんね。人の悲しむ顔は耐えられません。みんなが笑顔なら私も嬉しいし、みんなが悲しければ私も辛いです。困っている人を見かけるとどうしても見過ごせなくて、それは幼い頃からの癖なんです。ごめんなさい。つまらないですよね。忘れてください。さあ食べましょう。ほら、まだお弁当も開けていないので。さあ、せっかく作ったんですから食べてみてください。今日は特別に新たな隠し味にチャレンジしてみました。どうぞ召し上がってください。ドキッドキ。あれ、急に雲行きが怪しく。もしかして美味しくない？目をそらした。味見ですか？大丈夫です。しなくてもちゃんとテキスト通りに。ちょっと倒れないでください。救急車、消防車、先生に。いや、言えない。